ドレさんこんばんは、ショネーさ、俺いつもはね、赤論一気に2本取って2本出した後にその2本のコメント欄に書いてあるあのここの中ボス逃してるよとかで中ボス戦いに行くみたいな感じだったんだけど、ちょっと破壊層の感覚忘れないうちに倒したいからさ、まだ1本しか出してないけどピチった。で、破壊層行くんだけど、その前にあのステローでさ、誰だっけ、道順だっけ、あのサイコパス野郎のところのイベントやってたじゃん。で、なんかそこね、その通れなかったけど、なんか近くの水たまりっていうか川の下からなんか行けるっぽくて、そこに行く。あー、ここか。あー、いるわ。怖いなー。ステロー自体さ、もうめっちゃ怖いからな、俺。アイテムあるけど大丈夫？めっちゃ怪しいけど、あ、大丈夫だわ。で、道順のイベントはね、あれだって、中ボス出るんだって。教えてくれてサンキュー。あ、これだ。盗み聞きはないわ。え、中ボス戦うってここじゃないよな、まさか。中ボス戦うにはいさかたちょっとあれだよな、攻めえぞ。同作の手記、え、同作死んでるな。みんな道元のもとへ去った。道元っていうのはあれでしょ、あのエマちゃんのお父さんで立派な人だよね。え、同作死んでんのにおめえ誰と話してたんだ。答えろ同作。は、我が死よ、なぜだ、なぜ答えない。同作、同作、同作。え、ちょっと待って、俺怖いんだけど。こいつ顔見えない。こいつ顔とんでもないな、なんか多分。答えろ同作、我が死よ、なぜだ、なぜ答えない。同作。同じで、ここ開けたらやばいってこと。え、さあ、急速してきたけど、なんか変わるかな。あ、いなくなってる。え、待って、めっちゃ怖いんだけど。ん、どこ行った。え、なんか手がかりがなくて、ほんとどうしたらいいかわかんないな。ちょっとここだけ調べていいか。ステローの鬼仏の先の水目越えたあたりに動作がいるらしい。あ、いたー。なんで2匹。え、ついに成し。あ、これあれじゃん、こいつあれだ、こうやって強っ。え、待って、めっちゃ強い。こいつあれだ、作者だ、作者だ。実験は成功したんですね。じゃあよかったね。これさ、待って、いつも言ってんじゃん、赤狼はさ2体相手しちゃダメなゲームだってよ。くそ、タイマー離してくれ。ラップで、やべえやべえ。あ、でもこいつら水を入ってこねえのか、投げ物をしてこねえな。あー、道順あれだ、戦法師っぽいな、剣法。え、これどうする。てか結局同作は何だったんって話にならん。はい、ほら、待って、これさ、これどうする。とりあえずサクサの方から剣は弾きやすいからな。はいはい、いや、これダメージやばいよ。なんで赤目だからってこと。え、水中に逃げて回復。まあいいよな、相手も2対1だからさ、こっちもちょっとせこいで使わせてもらうぜ。体幹ギズリはダメだな。いや、これはもうあれよ、攻撃力、マジか、うわ、マジかよ。ちょっと、大丈夫だ。あ、そういえばあれか、赤目は火が効くのか、じゃあ火やんのか。いや、これどうしたもんかな、これ2冊できないかな。いや、2冊はなんかちょっと、ちょっと待って、これさ、ここ、つかめねえのかよ、これ。ダメだ。忍殺は不可能だね、場所的に。あー、やっぱ無理だね。
でさ、赤目がさ、炎弱いっていうのはさ、間違えて火花やっていく。いや、これやばいよ、これ。マップも狭いし、なんか攻撃力がちっちゃい、間違えた。はい。はい。うわ、2体どちら当たんねえか。うわ、何それ。やっぱこいつ戦法師っぽい。ねえ、これダメでしょ。これダメだよ、これ。ちょっと攻撃力上げたいけど、火に、片代使うのは攻撃力上げらんないね。殴る。ほら！で、炎が苦手ってことは、どういうことなんだろう。全然苦手じゃないじゃん！こいつ、全然もがかんやん。一般市民の方がまだもがいてくれるわ。はい、はい。いや、別にこっちからの方がいいって、わけではねえな。あ、まだ一回目か。まだ一回目かって言っても、もう片代もあれもないから、絶対絶命なんだけど。はい、はい、キャー、それ、これなんかの技なんかな。なんか俺も覚えられそうじゃない、あの技。いやー、ダメか。火やっぱ有効だわ。火いいわ。なんか溜めて打つあの炎上専用のやつはダメだけど、なんかね、パーッとやるとほらめっちゃひるんでくれるわ。パーがいいんだね。あー、いい、なるほど、これが攻略効果。うわー、くそつえ、くおー、空中で。あー、もうちょっとできる、もうちょい、もうちょい。あの縦切りさ、危険で出るけどさ、なんなん縦切りが、縦切り危険でさ、下段でもなければ突きでもねえんだけど、どうすんねんそれは。いや、いけるいける、サクサの方がいける。ってかさ、これ思った、これサクサ連れてきたけどさ、小太郎をこっちにするルートがあるらしいからさ、そっちだったら戦ってる相手が小太郎になるってことか。それはやだね、小太郎はね。でもサクサもそうだけど、基本的に小太郎の方が可愛いじゃん。サクサは可愛くはねえよな、こいつは。おい、今さ大岩回復させてたじゃん、押せんだよ。ほれ、大丈夫大丈夫、余裕ある、終わり。え、待って、終わんないんだけどこいつ。え、もう HP ないよね。お前チート使うな、お前。なんで終わんないんだこいつ。とりあえず海に退避で。え、なんでこれ道順が操ってるとか、そういうこと。そんなバカな、そんなバカな。ちょっと待って、攻めきれねえな。オッケー、いい位置にいる。あ、オッケーオッケー、終わり終わり終わり、さよなら。よしよし、もう勝ったろ。おい、ハゲ野郎、てめえサイコはセロ、二種人格なんか、なんだか知んねえけど。おお、なんか変な感じで弾くね。こういう敵と戦うの初めてじゃない。はい、完全に戦法師出身だよな。待って、技がさ特殊すぎて弾けん。こんなの見たことないし。はいはい、よ、よ、え、弱いよ。すみません師匠、しくじってしまいました。指定の赤なり玉。道作と道順はまさしく師弟であった。こうありたいと追い求めている理想の姿は、往々にして自らのうちにこそある。赤なり玉、まあ、こっちは普通の赤なり玉か。いや、なんかよくわかんないけど、まあ、考察がはかどるところだろうな、普通にこれは。まあ、俺から見た見解だと、もう単純に師匠死んで、まあ、狂っちゃって、まあ、二重人格っぽくなったんだかわかんないけど、そんな感じだよな。いや、思ったより時間かかっちまったな。いや、でもあれよな、道順を先にやるべきだった。完全に間違えた。怠慢になってようやく分かったけど、道順のはクソ雑魚だったわ。完全に順番間違えたね。で、赤い層をやるけど、まあ普通にあれだと思う。火花でムカデ退治だな。で、最初の第1形態、第2形態も初見で見切れたぐらいに弱いから、そこはもう何もつかずにぶっ倒しちまえばいい。うん、攻撃の目も舐める必要ないだろ。いくぞ、ハロー、いって。あ、そっか、これ確実に食らうのか、これ。あ、でもダメージ入ってねえわ。
はいはいはい、痛いっつ、ちょっとやめて、初見でも見切ったからすごいかっこいいこと言ったから、はいはいはい、でやばい、落ち着け落ち着け、はい、ちょっと待って、やばい、はい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 、あ、下段か、やばいなんか俺ちょっとやばいな、下段おら、はい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 、下段一旦回避しよう、一発切ってひょらー、一発切って、はい、おかしい、初見の時に弾けてない、はい、あ、まあ言うてもだな、はい、そこまでゴリゴリに弾け、なんか弾けない、見えてんだけどな、うわあ戻りたかっただけなのに、大丈夫、忍殺すればあの回数ゲージまだ溜まるから、はいはい、好き、はい、おいおい、今いけたな、もったいねえ、もう一回ほいしょ、よしよしよし、まあ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 、まあ、支障なし、回数また使えるし、あー、まだ出た出た出た、尺取り技長えよ、終わった、あ、終わったかな、終わってねえ、長すぎだろこの技、あ、終わった終わった、長えよ、はい大丈夫、しっかり落ち着いてやろう、はいはいはい、うわマジか、危ない危ない、よかったあれで最後で、はい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 、好き、うん、オッケーオッケー、順調順調、はい、今のは火泳ぎ打つべきやったかな、いや体感減らんねえしこいつ、はい、ひるむな、ひるむときとひるまないときの違いが分かんないですね、よし、ムカデ来たな、オッケーオッケーオッケー、大丈夫、前の自分の動画でちゃんとムカデ見てきたから、あのこいつのオッケー、あとカメラアングル気をつけただけ、爆竹巻いて、うっ、聞かれんだ爆竹、なんだこいつ、はいはいはい、ちょっとムカデ、あー、これか、おじき、またダメだ、おじき消し、おじき消しで、またこれ、その前にあれだな、アイテム変える最中に食らうとあれだから、ここでもう使っちゃおう、キャロー、いや、まあいい、ダメージがまだまし、全然余裕、これ勝てる、勝てる勝てる、待て、カメラアングルがここに来るとムカデがアップになって、それはさすがに無理だから、こっち行って、なんでムカデのこと意識しながら、意識しながら戦わなきゃいけねえんだよ、いって、第三形でやっぱ強いな、いや完全に第三形態から本番なんだよこいつ、はいはい、え、こいつ爆竹食らいすぎじゃね、はい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 、え、こいつさ弱くない、はい、痛い、オッケー、え、なんか弱いよね、あ、もうオッケー、爆竹使う必要もないわこれで、はい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 、もうあと対岸決めるだけだ、はじきが面白いボスだな、精一杯のフォローあまりにも弱いから精一杯のフォロー、はい、でも第三形態がちょっとはじき見えなくなってくるな、う、これがちょっと無理、なんかうってなっちゃう、まだ、はい、くそー、おつけおつけ、弱え弱えいって、負けるわけにはいかんな、待ってこれ戻ろうつく、うわ、向かないながら来んなおめえ、やろう、体幹回復してやがる、これでこれで殴る、はい、オッケー、はい、ちょっとこれまで後ろ下がっちゃうの俺、はい、くそ、はい、ダメか、はいはい、え、下段が避けらんない、どうしても外野帰ります、行くぜ行くぜ、俺は見つから、はい、でこれで決めろ、よしよし、待って画面見ないよ俺、ちょっと無理、あーと忍殺、うー、なんでだからさ、ムカデは蘇、ムカデは残るの、本当に俺は言いたい、なんでボスの体が消えてムカデは残るの、破壊層源の宮に至る極上の番人であった竜の、なんだこれ、割り符、え、これ要するに持ってるとさ、あれだよね、
極陽とか言ってたやつから買えるものが増えるってことか。へえ。まあそんな強いボスじゃなかったな。てか多分一番ボスで死んでないわ。2戦目で勝っちゃったし。でももうちょっと綺麗に倒せたな。ちょっと悔しいな。最後危なかったからな。宮尾、床末、床末じゃない、なんでもな、これ長くじゃないよね。守るには死なずが都合いいだろう。なるほどね。真の名を、なにこれ、八尾八尾ガヘかな、わかんねえわ。この真の名前があれか、あのさ、ミム村に幻あったの関係あるのかね。なんであるのかがわかんねえかな、ミム村に。これがこのマップだ。うわ、水だ。これほとんど水じゃない。こういうところになってくるってさ、一体どういう敵が来るかだよね。うわ、 BGM いいな。神 BGM じゃないこれ。てこれどうやって降りんだい。ジャンプすれば大丈夫感じ。飛ぶとこある。あ、食らわねえわ。俺 BGM 消えちゃった。敵いねえぞ。あ、 BGM 流れた。いや、ザ和風みたいな感じやな。え、これ潜れる。あ、浅いわ。うわ、すげえ綺麗なマップ、好きだわ。あ、何かおる、何かおる、なんだ。なんだこいつ。待って待って、こいつあれじゃん、あの霧作り出したやつと一緒じゃん。エイリアン族だ、エイリアン族。は、何この技。え、弱っ。こっち見んな。